ドジャースの大谷翔平投手30が14日日本時間15日敵地でのブレーブス戦に1番 DH で先発出場第1打席は死球を選んだが第2、3打席は凡退に終わった6回を終えて1の10と配色濃厚となったドジャースは7回からミゲル・ロハス内野手を登板させ DH を解除したため大谷は2打数無安打1死球で退いた 試合は1の10で敗れ、2連敗。ニーパドレスが勝利したため、ナリーグ西地区首位のドジャースとのゲーム差は3.5に縮まった。初回は今季両リーグ最多対16勝を挙げ、メジャー通算136勝左腕セールとの対戦。この打席はセールの請求が定まらず、空振りした初球以外はすべてボール球であっさりと一塁へ歩いた。しかし、 自打者ベッツがユーボロ併殺打に打ち取られ、盗塁のチャンスもなかった。3番 T ヘルナンデスは宇宙間を破る当たりを放ったが、3塁で噴死して3人で攻撃終了となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督はこの T ヘルナンデスの走塁についても言及。初回は大谷が子球で出塁した後にベッツが初球を打って併殺だ。T ヘルナンデスが2塁で止まっていれば先制の後期だっただけに、 ポストシーズン進出を争うチームと対戦するときは良い野球をしなければならないが、それができなかった。初回の手を、ティー・ヘルナンデスも流れを変えてしまった。もっとうまくやらなければならない、と苦言を呈した。0対1の3回1し2塁で迎えた第2打席。2玉であっさりと追い込まれると、カウント1月2日から4玉目の低めの速球を見逃して三振に倒れた。 それでもベッツがしぶとく中前に落として試合を振り出しに戻した。ドジャースは先発フラーティが3回に満塁からアルシアに走者一走の敵時二塁打を許して3回5安打4失点で降板。大谷は1対4の5回2し1塁で第3打席を迎えたが、カウント2月2日から低めのスライダーにタイミングを外されてボテボテの投ごろに終わった。ドジャースは3番手フィリップスも5失点。 4番手ブレイジャーも1失点して6回までに大量10失点。7回からはロハスがマウンドに上がり、大谷の DH を解除してキーヤ・マイヤーが代わって中堅に入り、大谷は途中交代となった。指揮官は6回1失点と打ち崩せなかった左腕セールについては、セールは良かったと思うが、早い段階で負ける展開になってしまった。彼はこれまで見たほど鋭い投球をしていたとは思わなかったが、 6イニングを投げきったと悔しそうに話した。ドジャースは最近5試合で4敗を喫し、先発投手は復帰登板の山本由伸が4回1失点と好投した以外は4投手がすべて4失点以上を記録。9日のカブス戦でビューラーが5回5失点だった9日のカブス戦以降、先発投手は5回を投げ切れておらず、9援陣が登板型となっている。 この日は9点ビハインドの7回からロハス、8回からイー・ヘルナンデスを登板させて9援陣を温存させるしかなかった。この日ブルワーズ・アダメズが満塁弾とソロを放って1試合5打点を挙げ、大谷はリーグトップに立っていた打点部門で2位に転落した。